ットライフドームには大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズの20回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲーム、どの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番、注目です。まずはライオンズの先発松本がメットライフドームのマウンドに上がります。さあ、バファローズ打線引っ張った、中村アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは注目のルーキー新井、昨日のゲームでは4安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、ライトライナー掴んで、これで2アウトです。バッターはブライアント、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。2アウトになっています。この回の松本、4球で2アウトにしています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。インコースに持っていきました。高めはボール、打ちました。外崎、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えて、バッターのドレイパー、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか？いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じ、初球打ち、ヒットになりました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー金村、昨日はホームランを含む4安打を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。ええ、さあ、この調子を維持していけ、打ちました。さあ、どうだ、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、同点に追いつきました。オリックスバファローズ左中間へのタイムリーヒット、1対1、ライオンズなおもピンチです。非常に速い打球でした。合わされてしまいタイムリーとなりました。ここで追いつかれました、同点です。バッターボックス鈴木、ライオンズこの回1点を失っています。さあ、同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った、左中間へ、いい当たりだ、この打球は落ちるか、どうだ、レフトフライ抑えてアウト、三塁送球はどうか、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ、そして打席には粟口入ります。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあ、ワンアウトになりましたが、ピンチは、これも初球打ち、この打球はフライになっています。抑えてツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。8番バッター古久保、ライオンズこの回1点を失っています。さあ、試合を振り出しに戻され、なおも一打勝ち越しという局面、低め外れました。バッターボックスの古久保、今シーズン得点圏での打率は、うちのボール打っていった、掴んで3アウト、勝ち越しのチャンスものにはできませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。1対1、バファローズ同点に、3回の表バファローズの攻撃、バッターは吉田、今シーズンここまでホームランは23本、ライオンズ同点で迎える3回です。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。この水口、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか？文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調、初球打ち、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで8試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。
外の球打った、高いバウンドになった、セカンド取った、内野安打になった。ライオンズさらにピンチが続きます。バッターのブライアント、今シーズンの得点圏打率は5割9分3厘となった。また初球、セカンドの右、一塁へ、一塁アウト、バファローズ勝ち越し、2対1になりました。ライオンズなおもピンチが続きます。さあ、そしてバッターボックスにはドレイパー入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。甘いコースでしたが見送っています。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、ポール際切れました、入っていれば貴重な追加点というところでした。またファウル、引っ張った、山川、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。2対1、バファローズが4回の表、バファローズの攻撃、バッターは5番金村、先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。いやー、あのタイムリーは痛かったですよね。はい、今度はしっかり抑えてやり返さないといけませんよね。うん、そうですね。ライオンズ打ちました、これはどうか、ショート取った、アウト、ワンアウト、バッターは6番鈴木、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね、ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。低め、これは決まった、あっという間にツーストライクです。見送っています。打ちました、源田、ツーアウトになりました。バッターは今日 DH に入っている粟口、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球ストライク、打ちました、これはどうだ、取りました、一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。5回の表にゲームが進んでいきます。バファローズの攻撃、バッターボックスは8番古久保、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打った、左中間に大きな打球、これはどうか、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には吉田入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。緩い変化球、まずは見送ります。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール、変化球にバットが空を切ります。ワンボールツーストライクです。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。さあ、そしてバッターボックスには水口入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、まだピンチは出していません。スタンドに入ります。ストレート打っていった、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーサードキャンパスを蹴った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、バファローズ追加点、3対1、ライオンズさらにピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。試合中盤、徐々にリードを広げられています。さあ、そして打席には新井入ります。さあ、なおもピンチの場面。さあ、まず1球目、初球ストライク、センターへ持っていった、大きな打球だ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点を挙げました。4対1、ライオンズなおもピンチが続きます。
警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。試合中盤、徐々にリードを広げられています。ここまでで踏みとどまりたいですよね。まず変化球を見せてきました。次が2球目、引っ張った、ライトへ打球伸びる、ここはフライになっています。セカンドランナータッチアップ、三塁はセーフ。さあ、そしてバッターボックスにはドレイパー入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まずは見送ります。ワンボール。打ちました。セカンド取った、一塁へ送ります。アウト。際どいタイミングでしたが、スリーアウトチェンジです。しかしこの回、バファローズ2点を追加しています。4対1。これから6回、バファローズの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。背番号2。さあ、マウンドを任されたのは森脇。今シーズン9試合目の登板です。さあ、西さん、ここで出てきましたね。まあ、しっかり攻略したいですよ。そうですね。まあ、ただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。ファウルになります。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。さあ、4球目は何か。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打席には6番バッター鈴木。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ。この先が掴んで2アウト。ご覧いただきましょう。ここでピッチャーを助けるファインプレーが飛び出しました。いや、本当に固い守りでしたね。バッターボックスには指名打者の阿波口。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。打った、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。ライオンズ、その差を4点に広げられる重い一発となりました。高めに浮いてしまったストレート、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックス、古久保。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも狙っていってほしいですね。そうですね。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当いいバッティングしましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。ここもファールです。打った、これもいったか、レフトオフ、センターオフ、頭上、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ライオンズ、追加点を許します。6対1になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。点が入りました。リードを広げられています。これが1球目、打ちました、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。これで3連打、ツーアウトランナー二塁。甘いコースでしたが見送っています。2球目打ちました。さあ、どうだ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、7対1。ライオンズ、なおもピンチです。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、8対1。ライオンズ、もうこれ以上点はやれません。バッターは3番ブライアント。一塁牽制、セーフ。
これが初球、走ってきた、ヒットエンドラン、伸びる、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。10対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には4番バッタードレイパー。さあ初球は何か。初球は変化球から入りました。2球目は何で来るか。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。11対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には5番バッター金村。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。初球ボール、低めは外れました。ボール先行です。ファウルになります。ボールカウントは2ボール1ストライクです。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の小川。さあマウンドに上がったのは小川。今シーズン24試合目の登板です。前の登板では勝利投手になっています。インサイド落ちました、ファウルになります。ワンストライクです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。ランナースタート、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。11対1、バファローズのリード広。西さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね、まあ、精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。しっかり捉えた、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。12対1。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい。さあバッターは古久保。この打席でホームランを放てば今シーズン40本。初球打ち、これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球は何で来るか。抜けたような感じになりました。大きく外れます。バッター見送りました。ボール先行です。打った、スタンド一直線、文句なし、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これがチーム6本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。ライオンズ追加点を許します。14対1。いや、2ボールでしたからね。 1-2 の3で思いっきり打ちに行きましたね。はい。打順は1番に帰ります。バッター水口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで4連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番新井、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗、見送ります。打った、取りました、一塁アウト。打順は3番ブライアント、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。
まずは変化球、これが2球目、高め決まってストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。外崎、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。これから8回バファローズの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。タイラが、さあマウンドを任されたのはタイラ。今シーズン15試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。ファウルになります。ストライクになります。ノーボール2ストライク。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これで3試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。まず何を投げてくるか。インサイド外れます。スピードボールを持っています。走ってきた、ヒットエンドラン。ショート弾く、ボールを拾って鈴木、ヒットが出ました。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターは DH 川口。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。ランナー2塁1塁、しかもノーアウトです。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。いやー、西さん、打線は絶好調ですね。まあ、インサイド、高い打球左中間へ。この打球はフライになっています。レフト、セカンドランナースタートを切る。三塁タッチもセーフ。打席には8番バッター古久保。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフト入った、ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。9番バッター吉田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。打順はトップに帰って水口。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。ランナー飛び出す、ランナー挟まれた、2塁へ送ります。二塁へ、二塁タッチはアウト。初球は何から入ってくるか。空振り、154キロがいきなり出ました。スライダーです。だいぶボールとバットが離れていました。あっという間に2ストライクです。打ち上げました。ここは打ち上げています。構えます。3球目打っていきましたが取りました、アウト。しかしこの回バファローズ3ランホームランで追加点を挙げています。9回の表、バファローズの攻撃。打席には2番バッター新井。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ライオンズ厳しい展開でこの最終回を迎えること。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。打席には3番バッターブライアント。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ライオンズ追加点を許します。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打順は4番ドレイパー。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。今のはバッターよく見ましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。インコース、これは外れます。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁となりました。初球ボール、
バッターボックスの金村、今シーズン得点圏での打率は5割9分となっています。いや素晴らしい数字。痛烈な打球、ぐんぐん伸びていく、入った、ホームラン金村。さらにダメ押しの一発、今シーズン第76号のツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打順は6番鈴木、先ほどの打席は内野安打でした。初球甘いコース、バットが出ませんでした。2球目打ちました、掴んで2アウトです。バッターボックスには指名打者の淡口、今日は2本のホームランを放っています。前の打席、あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。引っ張った、セカンド取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。メットライフドームには大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズの21回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはライオンズの先発田畑がメットライフドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。ファウルになります。次が3球目、変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターの新井、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。まあ好調には違いないと思いますけれど、このところホームランが出てないのが少しね、不満といえば。ダーッと当ててしまいました、デッドボール。完全にすっぽ抜けです。バッターは注目のルーキーデイビス、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。デッドボールのランナーが出ています。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸び、入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ、これで6試合連続のホームラン。初球でした、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ライオンズ先制を許します。2対0になりました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。ご覧いただきましょう、スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えてましたからね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは DH 小栗、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ライオンズ初回から先制点を許す形となっています。
里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。内に持ってきました。変化球空振り、バッターは九里。前回のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあここも期待がかかります。2アウトランナーありません。打った高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライト深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これでシーズン最多安打記録を更新しました。2アウトランナー2塁。まず初球しっかりと見極めました。打ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで先手を取りました。2対0。2回の表、7番から始まるバファローズの攻撃。バッターは多田。さてライオンズの先発は田畑。ここまで7試合に登板して0勝。初球打ち伸びていく。どうだ、入れば貴重な追加。入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。3対1。ここで一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは注目のルーキー山下。前回のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。当たってましたよね。さあ打ちました。大きな打球になった。センターバック、センターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁到達。これで8試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。まず変化球決まってワンストライク。インコース詰まりました。この先が抑えています。ワンアウト。いい形でアウトが取れましたね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。彼の裏をかくような初球打ち。バックホームする。これが今シーズン250本目のヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。まず変化球決まってワンストライク。バッター見送りました。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。追い込んだんで三振を狙っていきたいですよね。いい当たり。一二塁間を破る。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。4対1。ライオンズなおも2塁1塁のピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそして打席にはデイビス入ります。さあピンチは続いています。初球打ち、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて入った。スリーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ライオンズ追加点を許します。7対1。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは今日 DH に入っている小栗。バファローズこの回7人目のバッターになります。インサイド見送っています。次が2球目。痛烈な打球、高い打球、ライトが追い入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。
真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。8対1。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。打順は5番、クリ。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。落ちるボールはこれは外れています。危ない球です。横への変化球が決まります。ツーボールツーストライクです。これはショート源田抑えてツーアウトです。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。バッターボックスには6番、鈴木。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。2球目は何で来るか。打ち上げた、浅いフライ。ここはフライになっています。ヒットになりました。これで30試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは7番、羽田。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。打った、大きな打球になった。レフトをバックする、バックする、入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打順は8番、山下。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。最初は変化球できました。ボールになります。体に近いところ、ボール先行です。打ち上げました。この打球はフライになっています。ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。10対1、バファローズのリード。これから3回バファローズの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。里崎さん、点差を離される展開となってしまいましたね。そうですね、まだ序盤ではあるんですけど、まあ今日これはサード中村抑えてワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。これが2球目。これはサード中村取ってツーアウトになりました。2番バッター新井、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシッ。1・2塁間、山川抑えてスリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。4回に入っていきます。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンアップから始まります。デイビスバッターボックスに入ります。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、打ちました。打球は左中間へ。ここは打ち上げています。センターが取りました。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。バッターボックスには5番、クリ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。初球打ち、弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回バファローズ5回の表。里崎さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね。インサイド落ちました。強い打球切れました。ファールボール。引っ張った、これはどうだ。ピッチャーが取る、アウト、ワンアウト。さあバッターは羽田。アウトコース見送っています。
外の球外れています。ボール先行です。打った、これもいったか、レフトが追いかける、ぐんぐん打球入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。11対4。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番山下。さあまず1球目、初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。真ん中決まった。ノーボールツーストライクです。インサイド変化球外れます。打ちました、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは9番牧。まあライオンズとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。バッターボックスには代打の粟口。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあこれ以上点はやれないですからね、ピッチャーにはなんとか踏ん張ってもらいたいですね。そうですね、さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。引っ張った、ファーストが前に来る、取った、一塁送球アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナー三塁です。打ちました、取った、一塁送球、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。タイムリー内野安打、12対4。ライオンズもうこれ以上点はやれません。2番バッター新井、ランナースタート、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろこと空振り、ここはランナーを変えさせません。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこの回はこのデイビス、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出ているというところで好調さが分かりますよね。なるほど、ここはその、打ちました、いい打球だ、打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、入ったー、ソロホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、13対4。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには指名打者の小栗。初球打ち、これは浅いフライ、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。5番バッター栗、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッと、打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、センターそのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。ライオンズ追加点を許します、15対4。バッターは守備交代から起用されている金村。昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ワンアウト、バッターボックス羽田。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、この打席のポイントになりそう。打ちました、切りました、ファールボールです。変化球で空振りを取ります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。初球を狙ってくるバッターですからね、安易にストライクを取りに行くと危険ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立て、ファウルです。いい当たり、これは三塁側のスタンドに入ります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。15対4。
これから7回バファローズの攻撃です。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。3球目は何で来るか。打ち上げた、浅いフライ。ここは打ち上げています。3球目打っていきましたが、ワンアウトとなっています。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、初球打ち、これは大きい、伸びていく、左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。初球ボール球です。バッターの新井、今シーズンの得点圏打率は5割9分3厘。2球目打ちました。これはどうか、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライオンズなおもピンチです。バッターボックスには3番デイビス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、切れていきます、ファウル。さあ2球目は何か。打った、高く上がった、ぐんぐん打球は伸びている、伸びてセンター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、ライオンズなおもピンチです。バッターは DH 小栗。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。打った、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ライオンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは5番クリ、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよ。打ちました、伸びていく、どうだどうだ、ライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、ライオンズなおもピンチです。今日は守備で交代してそのまま出場している金村。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボールです。次が2球目、大きく外れてボールになります。これが3球目、引っ張った、これはどうか、レフト前ヒット、ホームに送球する、これで6連打、ランナー3塁1塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ファウルになります。今のは助かりましたね。危ないボールでしたよね。空振り、ここは空振りでアウト。これが1球目、打った、レフトに強い打球、レフトオーバー、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、ライオンズもうこれ以上点はやれません。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の野田。さあマウンドに上がったのは野田、今シーズン9試合目の登板です。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。いやー、今のはちょっとヒヤッとしましたよね。そうですね。さあ改めて集中、3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った、そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン、バファローズが突き放します。センター前のタイムリーヒット、ライオンズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って大石、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。打ちました、痛烈、
切れました。ファールボール、ノーボール、ツーストライク。打ちました、痛烈。これはどうだ、センターに抜ける。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。ライオンズもうこれ。バッターボックスは2番新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、そうですか。これは見送ってボール。外角低めのストライク。さあ追い込みました。打ちました。ここはフライになっています。ファーストが構えます。取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。ゲームは8回に入ります。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはデイビス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ライオンズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。外れていきます。打ち上げました。ここはフライになっています。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。バッターボックスクリ、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。バッターボックスには代打のブライアント。ツーアウトになっています。ブライアント背番号16。初球打ち、これは浅いフライ、ヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。6番バッター金村、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制、一塁はセーフ。引っ張った、取った、一塁送球します。これで4試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー二塁一塁。初球ボール。バッターボックスの羽田、今シーズン得点圏での打率は5割9分2厘となっています。ボールになります。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど、さあどう来るか。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。2塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライオンズもうこれ以上点はやれません。8番バッター山下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、はい、初球ボール球です。打った、センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーも今ホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。追加点が入りました。オリックスバファローズ、センターオーバーのタイムリーヒット。ライオンズなおもピンチです。これが初球、まず変化球を見せてきました。低め外れました。さあ3球目は何か。打ちました、高く上がった。さあどうだ、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。
バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。ライオンズなおもピンチです。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは、さあマウンドを任されたのは平。今シーズン16試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。はい、初球ボール球です。高めにバットが出ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどう、空振り。ここはランナーを変えさせません。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかし9回の表、さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。3番バッターデイビス、今日は3本のホームランを放っています。ランナースタート、ヒットエンドラン。この打球は落ちそうだ。センター左へのヒット。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バッター、バッターボックスには指名打者の小栗。さあ初球は何か。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。バッターの小栗、今シーズンの得点圏打率は5割。打ち上げた。これは上がりすぎたか。ここは打ち上げています。センターフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー2塁と変わっています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよ。左中間へ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。バッターランナーは二塁到達。バファローズ追加点。ライオンズさらにピンチが続きます。バッターボックスは6番金村。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。初球打ち、一直線、入った、ホームラン。金村さらにダメ押しの一発、今シーズン第77号のツーランホームラン。これで4試合連続のホームラン。ライオンズ追加点を許します。バッターはダイソーから起用されている村上。前回のゲームで見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトになりました。バッターボックスは8番山下。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。バファローズこの回7人目のバッターになります。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負ですよね。なるほど。さあ何を、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。源田が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。バファローズのリード広がっています。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。